なぜか俺が先行とここを選べるという神のような権力を持っている服部学園、打率7割、あと2つ勝てば優勝です。でも油断しないでください。打率7割1分8厘、防御率 0.3。 本当かよ、嘘だろ、信じてねえ俺は。もう国を2番にしよう。今回からちょっと難しいにするわ。ブレていく、ブレていい、手ブレ補正とかやめろ、ブレていいんだよ。シュートもやめろ、気合玉以上に悪質だ。ブレていく、手ブレ動画、補正は一切しない。早っ、そして諦めも早い。今結構際どいところだったのに。強打を持ってるな、イノクロは。これはきついんじゃないのか。結構いいところに飛んでるぞ。こいつら足速そうだ、足速い。諦めた。おい、いい加減にしろそれは。さすがの俺も。はっ、いい加減にしろこいつ、無法も大概にしろよ。なんなこいつら、お前ら野球を何だと思ってる。かけっこじゃないんだぜ野球は。あ、さすが準決勝に出てくるだけあるな。見た目半端じゃなく地味なのに純潔に出てくるだけあるわ。お、早く取れよお前。いけ、まあこれは間に合わないだろうが。おいおい、さすが純潔に出るだけあるなこいつら。間に合わねえこんなの、いくらでも盗塁し放題じゃん。俺は盗塁しねえのに腹立つな。なんか俺は盗塁しねえのこいつらだけ。もう俺が走ったらゲーム終わるからね。これ使うしかねえな全体的に。これはどうするか。おっと、手が滑っちまったぞ。手の滑り止めを買っとくべきだったな。なんで飛ばねえんだこれで。取るな、なんだこの構図は。いい構図だった今。あれ、ヒットだったのこれ。タラオって今タラオっちゅうのがいたんだよ。おっと、これは手が滑って、待て、根性だ、3だぞこれ。分かってるのかお前ら。またこいつら変な装備してるんだ。まあ誰もなんか難しいにしたんだけど。チェックする。さらに悪質な装備を使ってる可能性があるからなこいつら。死ね。バッティング強いやつ調べとこう。岩崎エイジ。当てるのうまいばっかりだな。山本と木戸だっけ、告げライジ、もう知らん、覚えられんわお前らの名前。今日一日でそんなのたくさん、もうちょっと、あ、もうちょっとあるだろ、いろいろ段階を踏んでから覚えていくもんだろ。それいきなり木戸とか言われて、おい、5番一条だと。勝ち目ねえな。どういう忍者だお前。そんなに見せる忍者なんだ。
もうちょい頑張ればそこ類つけたんじゃないのか、一条よ。いかんな、気合が足りてねえぞ。サナーダ。敵は撃ってくる。こっちは変な装備してて撃てねえのに。敵が変な装備してるからこっちは撃てねえのに。お、タロー。タローパワーすげえ。必殺だけ。これはパワーが出たな。まあだけど気合玉には絶対に勝てない。パワーで必殺打球と出ながらショートフライという気合だ。高峰と同じ技を使う。高峰と同じ技を使うという風評被害。いい迷惑だ。なぜ重なる。不良行為が頻発している。赤い匂い。お前らも殺す。俺にも撃たせろ。どうやって撃つんだ。やり方合ってるのかこれ。それともこれをやった後に来るのか。一回そうかもしれない。よし、一体どうやったら飛んでくれるんだこのボールは。そもそも熱血なんか勝てるわけないだろこいつらに。純血に来るような奴らだぞ。忍者の末裔、こんな奴らに勝てるわけがない。当たり前のことが起きてるだけだじゃん。もうどうやっても打てねえよ。打てるビジョンが見えねえよ。成功するビジョンを持ちましょうとか言われるけど、まるでビジョンが見えない。これ振らない、振ったらダメなのかな。振らないことによってこうやって。ダメだ。もしくは溜まるのが1回分とかな。2回分は溜まないのかもしれない。2回も3回も。前回溜まったやつがそのまま残るぐらいなのかもしれない。大した技じゃねえな。じゃあバンバン使うか。使っても意味ねえけど。ジャンジャラジョンジンジョン、ジャラジャンジャンジャンジョンジルジョンジンジョンジルジョンジンジョン、ジャラジャン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 ジャラジャンジャンジャンジャラジャンジャンジャン。なんで望月はそんなに打率が低いの。まあまあ、なんで望月はこんなに打率が低いの。おい赤い、お前塁にいるか。危ねえ。いるか赤い。お前絶対走ってるだろ。走らないようにルーに足を縛りつけておけ。絶対走るからなこいつら。ほら見ろ、むちゃくちゃだなお前。また走るんじゃないかここから。残念ながら2アウトだからお前ら点は取れんよ。赤いという鳥で、難攻不落の鳥で赤い。どうやって点取るんだよ俺は。教えてくれ、点の取り方教えてくれよ。もう何やっても無理だろ。ただでさえ実力で大きく劣る俺らがさらにハンデまで負わされるとします。しかもこいつら気合玉が効かねえからね。基本足で引っ掛けますスタイルだから、ある意味ラスボスより強いかもしれない。霊峰よりも。いやまあ確実に強え。フルスイングからのドライブだっちゅうのはどう。
ドライブするんじゃねえの、ここまでやったらさ。ドライブ以前の問題だよな。その変な投げ方やめろ。点を取りようがねえぞ。どうなってんの。もう諦めさせてくれ、点を取ることは。俺にこのゲームは点の取れないゲームですとパッケージ書いててくれ。そうすれば俺も諦めるよ。にわかに気合を持たせるようなことをするから人が傷つく羽目になるんだよ。期待させるな。よし、ホームラン打つぞ。打つぞ。この2からの3っていうの。やっと打てたよ。もう国雄しかいねえわ。当たり前だけど。ジャンプしねえのか、そこまで登っておいて。そこまで登ったんだったらあと一回ジャンプするぐらいしろ。富士山の3号まで登って降りる。登れよ、そこまで行ったんだったら。あ、まあ、でも3号だったらいいか。3号ならまだ。ふわっとしたボールが。フルスイングとうまいバントの融合技。フルうまいバント、フル臭いバント。あ、なんか結構転がってる。さすがフルスイングのパワー。お、うめえぞこれ。うまい。何これ、手裏剣投げてんだけど。いや退場だろ今な。なんで残ってんだまだ、バーカ。股の匂い嗅がせてやれ。お前の一条、お前の股の匂い。ドゥンドゥンチン。戻るよん。バカめ、お前らの思考からだんだん読めてきたぞ。こいつら先にあっちの方投げるな。チン。あら、あ、でも間に合う。あれみたいだな。何事もなく。もう走れ走れ、知らいいんだよこんな。どうせ通してくれるさ。頼む、通してくれ。よし。お願いすれば通してくれるこのゲーム。俺は分かった。話の通じない相手じゃない。頼む、通してくれ。あ、でもそんなことお願いしなくても入るわこれ。アホが踊ってやがるぞ。頼む、何でもお願いすれば解決する。意外と分かってくれるもんだ。敵はエイリアンじゃないからな。お、入るかも。あ、入扇風機ぐらいの数だったね。全然何の役も立たない。お前だったのか、タラオ。ものすごいパワーだなこいつ。なんだこのこいつのキャラ立ちが半端ねえ。バントかよ。そのパワーを生かしたバント、生きねえわバントに。人造人間8号高山、マジで人造人間8号だなこいつ。わざと吹っ飛んでるだろうな。
ああいうのが好きなのかもしれない。お、結構いい。なかなかいい当たり。マジ。うん。ドド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 ド。赤いは一塁にいろよ。なんなんこいつら。アホか。そのジャンプが命取り。アホで助かった。やりたい放題だなお前ら。ブーメラン。あまり相手にいろいろ言わないようにしよう。自分にも返ってくるから。あれ。そうだな、相手にも文句言わなきゃこっちも文句言われねえわ。やりたい放題やってるのは相手も同じことだからね。そう見してるし、ね、俺も何も言わないお前ら。お前らも俺に何も言うな。なんで？退場にしろよ。手裏剣は退場だろ、さすがに。おっと。何も言うな。キザル。何？グーオー。なんか弱そうだぞ、ちょっと。グーオーって。やらかしたの、お前ら。なんで危険なことなんだよ。後ろのやつ吹っ飛ばせ。吹っ飛べ。うわ、ダメだ。危険な頃はダメだったか。そこはホームランだろ。走れ走れ、もう走らないと始まらないこのゲームは。さあ、ここが大事。フルスイングからのうまいバントで、やったれ。はい、通してくれ、頼む。よし、願いは叶う。ここからうまいバントだ。なんだライナーになる。よし、お、頑張るぞサルモン。もうちょっといけるだった今のは。いけただろ。勝ったな。あとはいかにEGM を口ずさむかの問題だ。口ずさむか口ずさまないか。山本、危ねえ。山本のバットが火を吹くぞ。でも忍だとか使ってるぐらいだから大して打力ねえだろお前。山本のバットはなんだ。山本のバットって山本と、いや、なんでもない。山本と極寺の友情とか言おうとした。言う必要ない。ドゥ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 。四番一条って何なんだよ。人望だけで四番任されてる一条。それなんだかんだ言って一条って結構いいポジションなんだよ。下手に七瀬みたいな、どっちつかずよりもよっぽど自分の立ち位置をわきまえたプレーしてくれるし、使いどころがいいんだよ。やっぱこういう風に自分の長所を生かすっていうのは野球でも大事なんだな。
何でもそうだが、結局は人と人との長所の比べ合いということに変わるよな。姿はいいや、フルスイングで。打ち上げスイングって何の役に立つのこれ。使ったことないんだけど、これが何の役に立つの。打ち上げるメリットを書き出してくれ、10個ぐらい。どんなメリットがあるのか確認したいわ。軌道、ドゥル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 足の速いサナダをアウトにする。まあ今のヒットになっちゃうけど。お前見ろ、これ人造人間8号がいるんだな。抜け出してきやがった。ホワイトタワーから。お前ら打率捏造軍だな。嘘ばっかつきやがって。本当にこの七瀬の意味がわからないな。なんなの？なんかいいことあるの？七瀬がいて。赤井はその存在でみんなを引っ張ってくれるけど、七瀬がよくわかんない。なんでいるの？なんか総理の時にふざけてジャンプチョップができるぐらい。あれ何の役も立たないからね。あれが光る、あれが光る場面を教えてほしい。どう使うんだか。ミクモ、お、なんか今すげえヒット打った。気合だか、それとも忍だってやつか。月打つね。これもヒットになりそうだな。まあでも、うん、いや、これ絶対走るな。てか仮にこれ牽制成功しても無意味だと思うんですよ。牽制成功して上に投げたらもうその時には上についてる。これ投げ放題だわ。牽制球って何？一回しか投げれないの？野球のルールだったら。おかしくね？俺前から思ってたんだよな。一生牽制球投げてりゃいいじゃん。勝負終わんねえじゃん。そういう嫌がらせができるじゃん。その点についてはなんか詰めてんの？ルールは。きちんと。一回牽制球、一試合に牽制球は、ん？いいよ。一試合に牽制球は何回までしか投げれないとか、あるの？そういうの。いい加減にしろ、お前。何でもできるってわけじゃねえぞ。立花渾身の今ジャブから右ストレート来たな。しかも手に球を握りしめてのぶん投げで相当来てる。頭に澄ましてるけど、ドライブしろよ。あれなんか知らんけどやったぞ。ねえやばあ、あんなこわもてにようやるわ。これちょっとボールっぽいな。さすがにね、ボールダメに手出したら国男といえど、これもボールでしょ。だってこいつ左から投げるもんね。
フォアボールとかやめろよ本当に。いや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 、勝負しろ真面目に。制裁を加えた。いやいやいや、勝負しろってお前は。あ、勝負しろ。来たね。よし。いや、またファールかよ。クニオのファール。ファール率高すぎ、クニオ。行ったか？これ詰まってんな。ボール球か。あー、なんだこの普通の国は。見たくねえぞ俺は、こんな普通の国は。敵が変なもん装備してるせいで。影命令。弱い70の資産家のセリフだよな、影って。若い男に、資産家のじいさんが影。嫌なのか。話し合おう。俺の目を見てくれ。これだ。目を見て喋ればどんなやつでも分かり合える。まあ見てなかったけど今のやつは。こいつは罪悪感があると見たの。目を合わせてくれない。退場にしろこいつらは。手裏剣をバシバシ投げてくる。走れ一条。試合を終わらせよう。あと1点でコールドだから一条もちょっと気合が入ってるぞ。一条気合入る。もうすぐ帰れる一条。香り。俺の目を見ろ。語り合おう。目で語っていく。試合終わりじゃないんかい。なんで残業じゃねえかこれじゃ。急に発生した残業。決勝戦はコールドがねえのか。わけわからんタイミングでコールドするんだから。このゲーム山本のバット。ドゥン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 。慣れ合い。なんだかんだで国の守備は安定してるな。それはわかるわ見てて。国をがいることによって、あ、意外と足遅い。あいつ足遅いやつもいるんだな。パワー系忍者。何も言うまい。俺は何も言わないぞ。ただ勝つ。よこせ野球用具を。